出身が静岡県なんですけど、そのまま静岡県に閉じこもって過ごすよりもちょっと離れた場所で学んだ方が視野が広がるんじゃないかなって思って、静岡県からはちょっと離れたこの島根県立大学を選びました。フィールドワークや地域の人との共同研究などが他の大学よりも活発に行われているなと思ったからです。福祉社会学です。福祉社会学では現場でどういうケアが行われているかだったり、今日本にはどういう福祉の制度があるかだったりなどを学ぶことができます。ゼミ活動です。私の所属する門ゼミでは幼児から高齢者まで幅広い世代の福祉や教育についてフィールドワークを行いました。地域の人と交流する中で発見することができた新しい視点や問題点をゼミ生みんなで考察解決する学習をすることができました。そもそも地域政策ってどういうものなのかっていうのを多角的な視点から学ぶことができるコースだなっていうふうに感じています。公務員を目指す人にとってはとてもぴったりなコースなんじゃないかなって考えています。地域交通政策論です。この授業は座学ではなくディスカッションメインの授業で、現代社会の交通に関する問題と島根県が抱える交通問題についてより興味関心を深めてグループで発表しました。地域の方と積極的に関わる機会が学校でできるっていうのはとても魅力的だなって思っています。やる気のある子が多いなっていうのが印象的で、そういった友達にたくさん巡り合えたことが県大に入って嬉しかったことです。浜田キャンパスの大学祭である海遊祭です。開催当日まで部員や班員と協力して準備を行いました。先輩、友達、後輩と関わりを持つことができて、海遊祭自体も成功させることができました。浜田市は景色がすごく綺麗で、私車を持ってないのでなかなか遠出ができないんですけど、日本海が見れる場所だったり、そういう景色を見るとなんか清々しい気持ちになれるので、よく朝から友達と散歩に行って海を眺めて黄昏るみたいなのをやったりしてるんですけど、浜田キャンパスはすごく綺麗なキャンパスなので、勉強も集中して取り組める環境だと思っています。勉強だったり進路だったり、そういうことで不安があっても先生方や事務局の方が丁寧に対応してくださるので全然心配いらないと思います。現在私は一人暮らしですが、生活圏にはスーパーやドラッグストア、飲食店も多い中生活しています。県大でいろいろなことを学ぶにつれて児童福祉に関心を持つようになったので、将来はそういったお仕事について子どもがきちんと尊重されるような社会を作っていけるような大人になっていきたいです。地域に貢献ができる人になりたいと思います。この大学で学んださまざまな立場の人のことを考える姿勢を忘れず、地域の抱える問題を解決することができる人になりたいです。